本当はもうこれ以上やりたくないというか、自分もこれに頼っちゃうし、うん、なんかもう自分だけの釣りにしとこうと思ったんだけど、ちょっとルアーのパワー半端ないかもこれ。いや本当はですね、こんな動画撮る予定ではなかったんですよ。はい、なぜかというと、今から紹介するこのアイテムに関してはですね、本来の使い方、これとは完全に逸脱しています。はい、なんでコンセプトがずれてしまっているっていう、はい、ところで、まずちょっと、これはごめんなさいですね。はい、申し訳ないっていうところと、あとありがとうございました、うん、これ助かりましたっていうところもちょっとね、今回意味合いを含めて動画をお送りしております。なぜかというとですね、このアイテムの、水中に入れるっていう使い方を教えてくれたのは、ジャッカルの藤田夏樹くん、藤田夏樹プロなんですよね。夏前に長野県野尻湖に行った時に、会って、なっちゃんと会って、でその時に水野さん、これねボトムでキャロとかで使うと結構やばいっすよっていう、はい、話をいただいてね、それがきっかけで水中に入れるようになって、おこれやばいじゃんってなって、自分でどん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 、あこれどうかなこれどうかなっていう使い方を考えていきながら今に行き着いたというところです。最近僕のインスタや、ツイッターほぼこの釣果で埋め尽くされてるんですけれども、今回紹介するのはこちら、デンプシージャックです。デンプシージャック、来た。よっしゃ、オッケー、オッケー、よーし、ふっ、これなら食うと思ったんだ今。よーし、デンプシーね、あえて沈めて使うっていう。よし、オッケー。まずですね、このデンプシージャック本来の直球的な使い方ですね、コンセプト、はい、これをお伝えしておきますと、水面直下で首を高速で振らせて、それによってバスのスイッチを入れて食わせるっていう、今までねフロックとかそれに似通ったこうハイピッチで首振るっていう表層系のコツリあったんですけど、やっぱり、プレッシャーとかね、もあって上には出にくい、でもちょっと下げたらそれには食うってことがあります。なのでそういったバスを仕留めるためのアイテムとして、このデンプシージャック、42ミリと50ミリっていうのが発売になってるんですね。はい、ただ今回僕はこっち変化球使いです。この本来ね水面直下で使うものをボトムで使っちゃうっていう、はい、そのために使用こうタックルも変わってくるし、使い方は全然違うんですけれども、あまりにもねこの破壊力っていうのはすごくてポテンシャル十二分に感じている自分がいるので、急遽今この動画を、撮っているわけなんですけれども、そもそもこのデンプシージャックってボディが中空エラストマ、中空エラストマにスカートが生えている、でウェイトも入ってます、はい、で見た目はフロックなんですよね。ただどうだろう、最近どうですか皆さん、流行りの釣りって聞くとエラストマとか、ラバースカート、はい、で一昔にあったノーシンカーボトムでジャークさせる、この辺がトレンドだったとしたらば、その3つの要素全部兼ね備えてます。ダメだね。あ、今食った。よっしゃ。オッケー。オッケー。
オッケーオッケーオッケー、いい魚。オッケーオッケーオッケー、よっしゃ、オッケー、いい魚テンプシー、きた、パックリったね。餌がおるとこにはおるね。でやっぱ流れがじわっと効いてて、このライン上で餌がめっちゃ出てくるところ、まあ、さっきからワカサギがピシャピシャやってたから、まあ、どうかなと思って、まあ、しっかりやってたんですけど、したら食ってくれた、いい魚。よし、さあこのデンプシージャックの、最近ドハマりな釣り、本題に行きます。さっきも言ったように、本来の使い方はレスポンス上げるんだったら P ライン、 P ラインを使って水面下のドッグホークだったものを、僕は M もしくは MH のタックルでフロロカーボン、フロロの16ポンドっていう太い糸を使ってこのデンプシージャックを使っています。で投げる前にコツがあって、これさっきも言いました、中空なのでこう足元の水を使ってね、こう首を振らせると簡単にねボディの中に水が入ります。そうするとこういうカバー打ち用のタックルであっても太いラインを使ってても飛距離めっちゃぶっ飛びます。はい、もちろんフォールスピードもより稼げるようになります。はい、それを利用してボトムに落としてチャン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 っていう、ボトムジャークですね、まあ、スイッチを入れながら食わせの間を与えつつ、釣っていくっていう、釣りですね。はい、デンプシージャック50mm で、これをこのままだとスローフォール、超スローフォールなんで、もうこう水の中に入れてダートさせると、こう要はボディの中に水が入るわけですよ。そうするとフォールスピードがやたら速くなるし、あと飛距離もねぶっ飛ぶようになるんで、まあベイビーベイビーベイビーでもないけどアベレージ、はい、まあ沖側の浅いところにフィーリング入ってるやつ、そんな大きくはないけどね、まあまあお得意のデンプシーです。はい、まあこれじゃあコーヒージューワームやってたじゃん、そういう釣りってねあると思うんですけれども、まあさっきも言いました、素材全然違いますよ、うん、自発的に動くラバースカートがありますよ、もしくはこうなんだろうな、こう塩入りコーヒー重とか、シンカーで強制的に落としてるわけじゃないんで、ある程度ボトムに入れる状態でもこうふわっふわっていう、こうナチュラル感がすごく出せるっていう、あんまりこうグッとこうなんだろう、ボトムをつかもうつかもうとかっていう動きにはならなくて、ふわっふわっふわっみたいな感じで、アクション感の間、まあ、これが結構ね、食うきっかけというか食わせの、肝になっているような感じは正直しています。でさっきも言ったように中水です、バス食べた時にどう感じてるか分かんないんだけど、極めてナチュラルに思って食べてるんじゃないかなと、僕自身は思ってます。それぐらいやっぱバイトの出方っていうのは強烈で、一気にギュッと走って持ってくっていう、まあそういうこう勢いのある、バイトがすごく多いというのが特徴で、はい、まあまあ餌ではなくてルアーなんですけど、よりなんかそれにちょっと近しい要素、があるんじゃないかと思って、使っているっていうのが最近のこの釣りですね。はい、
や、そうでもない。まあまあ。OK。うわ、でっけでっけでっけ。意外とあるやん。丸飲みね。くっしょ。さあ、この釣りメリットデメリット、これ両方紹介していきます。まずメリットはですね、タックルを全く選ばないよっていう、まあ水晶タックルというか、一番やりやすいのはミディアムからミディアムヘビー MH ぐらいのタックルで、僕リールはねメタニウムの HG ですね、ハイギアにフロロの16ポンド、レッドスプルの16ポンドで、ミディアムでやる場合は、まあ、フロロ14とかでもいいかな。はい、ただやっぱりラインの比重、ラインが太い方が比重は高まるんで、ボトムで操作はしやすくなります。はい、なので、僕自身はこの16ポンドのタックルラインを背負えるようなね、MH っていうタックルでやってる、ところですね。でこの MH に16ポンドっていうこの太い糸を使ったとしても、あの飛距離まあまあぶっ飛びます。バイブレーション並みにぶっ飛ぶんで、はい、なんでまあその辺がすごくメリットかな。うん、であとやっぱりこう軽さ、うん、がゆえにこうなんだろう、こう吸い込みやすいバスがね、うん、しエラストマボディで柔らかいんで、あのフックポイントも出やすくって、飛距離を出した先でもフッキングが決めやすいっていう、まあ、これ高比重ワームにはちょっとないメリットかなとは思うんですけれども、まあ、なんせエラストマーっていうこのボディの柔らかさの特性上、そういったフッキングが決めやすいっていうメリットもあります。はい、逆にデメリットはですね、まあ水を逃がす動きにはなるんで、ボトムジャークだとね、雨跡のすげえ濁りの時とかは、うん、まあもっとこう水を押すルアーの方が良かったりするんで、まあそういう状況であんま僕は使わないかな。うん、とかやっぱり流れの影響ちょっと受けやすいあのアイテムではあるんで、流れがこう結構強いところ、強すぎるところでは、うん、あまり使わない。まあキャロにするっていうのは一つ手段としてあるんだけれども、まあ、今までのその使ってた高比重ワーム、まあ、そういう時は高比重ワームに振ってもらうっていう。はい、でさっきも言ったように遠方でも、フッキングは決めやすいと言ったんですけども、時と場合によってはそれがあだになって、例えばウッドカバーとかね、枝とか、まあ、そういうこうちょっと固め の, あのストラクチャーを乗り越える時はやっぱフックポイント出やすいんで、根上がりしてしまうっていうこともまああったりするんで、まあ、ライトカバー周りとか、うん、ハードボトムとか地形変化とか、まあ、そういうところを狙っていくっていうところは時はすごくいいかもしれないですね。はい、でまああとはもう物理的に飛距離だの、要は遠くに飛ばしたいとか深いところに入れたいっていうんだったら、やっぱ進化があった方が絶対いいと思うので、はい、まあ、キャロにするとか、他のもっと飛距離が出るものとか、深場へ届けれるものっていうものを、優先的に使うことが多いです。なので、まあ、その辺の、メリットデメリット、ここをね、理解して、よりいい場所でこれを使ってみてください。本当に今日はねヨット池でバイブレーションでも巻きたかったんですけど、今日はね違うです、60の方をじゃらじゃら巻きにちょっと秋っぽいことやりたいなと思ってたんですけど、全然、おマジ、よっしゃ、オッケー、マジ、うふわうふわ、やっぱデンプシー最強やば、いやデンプシー様々です。あえて水をはらませてね、シンキングで使ってますが、釣れるね、ありがとう。あら2投目もうマジこれでいいわってなってくるマジで。SNS の DM とかでもよくいただくんですけれども、あのフックですね、フックとか、あとはこれね使ってるうちにスカートが抜けちゃいます、どうしようっていう方が DM くれたりするんですけれども、まあ、使うフック と,、フックの差し方ですね、これによって解決できる場所、あの部分もあると思うんで、説明していきます。まずはですね、まあ、僕どんなワームでもそうなんですけど、頭から、ちょっと深刺しするんですよ僕。
1センチまでいかないんですけど、要はこれっていうのはお尻側にちゃんとフックポイントを持ってこれるように、頭側をまずねちょっと深めに刺してあげる。はい。で、塩フックはこれ今50だと、50モデルだと30フックですね。で42モデルだと10、はい、です。で、普段ワームを刺す時と同じように頭から抜いてフックを裏返して、今度こうボディに刺していきますよね。でその時にこの中空エラストマのボディの中に、実はこれスカート止めの竹串が横方向に入ってます。はい、お尻からちょっと上ぐらいかなに、スカートのコブと竹串が刺さってるんですよ。でその竹串よりもお尻側ということは、もうこれパッと見もう完全お尻ギリギリのところで、フックを抜いてます。でそうすると、竹串よりも下にフックが来るんで、もう要は竹串が抜けようにもフックがあるから抜けなくなるんですよね。でこれでもうほぼほぼ 100% スカートが抜けなくなります。ただこのフックセット方法だと、藤田なっちゃん曰く、こうボディが、バスが食ってこうボディがちょっと折れ曲がるんですけど、その時にフックポイントがこうボディの方に頭側に刺さっちゃうっていう、まあ、二重刺さりが多少起きやすくはなるので、僕はボトムジャークするときはこういうフックセット方法が、まあ、ベストかなと思ってやってたんですけども、まあ、確かにたまに、ね、起きる二重刺さりっていうのもあるので、あのフッキングするときにちょっとまあきつめに、そしてこう二度合わせ三度合わせするような感じで、あのしっかりとポイントを刺しに行くっていう、フッキングを、心がけるようにしてください。まあ、フックサイズさっきも言ったように、50ミリサイズだと、30、はい、42ミリサイズだと10、はい、ここでしっかりとお尻側の竹串よりも後方に、フックを、まあ、抜いてあげると、スカート抜けが全くなくなります。そして最後にですね、まあじゃあどういうところにこれボトムジャークやっていけばいいんだよっていうところなんですけど、まあぶっちゃけここっていう決め方全くしてません。はい、あの今までね、脳進化の高比重系ワーム、まあこれでボトムジャークをしてた方だったらもうズバリすごいポイントでやってもらったら、あとはまあこの、ルアーの違いだとか、ボトムでのアクションの違いってところで、まあ今まで食わなかったバスが興味を示してくれたりだとかね、はい、すると思うんで、まあ、その辺が、まあ、出しどころかな。ジャークスタートと思ったら、これでした。 OK。 これから季節は秋に進んでいきます。まあ、そうなるといろんなところにね、バスが回遊します、コンタクトしますっていう中で、一つのピンをネチネチ探るっていう釣りよりも、ある程度、まあ、ピンというよりかだいたいこの辺みたいな、この辺の中で何かないかなっていうので、探していくっていう釣りの方が逆にこう拾える魚多かったりします。はい、なので、まあ、移動距離多少ありますよ、でも食わせ要素ありますよっていう、こういうタイプのこうアイテムがすごく役に立つと思いますし、まあ、軽いエラストマ、そしてラバースカートが生えているよってことで、流れの中でもね、あの比較的こう自発的にいい動きをしてくれるっていうのがこのまあデンプシージャックの特徴でもあるので、はい、これからの時期ちょっと試してみてください。はい、本当はですよ、この変化球使いのために動画を撮る予定ではなかったんですけれども、急遽、はい、ちょっとやばそうなんで、はい、お送りしました。あとは信じるか信じないかは皆さん次第です。はい、ただ僕はしばらくこれでいい思いをさせていただきます。
またここかと、言われちゃいそうですね。またここです。大江川でちょっと前にね、8月に動画を出したんですけど、いや今日実はですね、午前中というか朝まで九州にいまして、新幹線で岐阜羽島帰ってきて、で車ピックアップして、そこから大江川、まあで明日ね、ジャッカル本社でちょっと、予定があるので、撮影があるので、今日の午後だけ大江川つまもうと思って、まあ、来たんですよ。で上から見て、あ、この辺は前に来たとこだけど、まあベイトもピシャピシャいて、相変わらず水質結構いいんじゃないかと思って、下流に下ってったら、もうわけわからんレベルの青子で、まあ、現状のちょっと美味しそうな場所っていうのが、まあ、ここ以外なかったんで、まあ前の前かな、うん、大江川のね、釣りの時と一緒なんですけど、まあ、とりあえずここ入りました。で、まあ、一応葉の見てこうっていうことで、まあ、でも明らかにもう生命感がちゃうしね、うん、もうベイトがピシャってる感じがやっぱり明らかに強いんで、はい、やっていこうと思います。で前回は、スピニングピータックルで、デンプシージャックのちっちゃいやつですね、42ミリを使うのと、あと橋の下のシェードは、闇、まあ、この釣りでやってたんですけど、最近ね、このデンプシーでデンプシーでも50ミリの大きい方を、フロロラインをあえて用いて、これ16ポンドで MH のアドレナなんですけど、 1610MH っていうタックルなんですけど、まあ、これであえてフロロラインを使って沈めます。で沈めると、このボディのエラストマーのこのデンプシージャックのボディの中、中空になってるんですけど、その中にまっすぐ水が入るんですよね。で水が入るとどうなるか、フロロラインと相まってボトムをやれるんですよね。でこれがやっぱり圧倒的にはまってて、で、まあ、ここもとりあえずそのヤミーとデンプシーってこう上とフォローみたいな感じで分けてたんですけど、まあ、今回ちょっとこれのポテンシャルも確かめたいということでね、これ1本で今ちょっと来ました。でカラーはちょっといろいろ持ってるんですけど、まあ、稲子多いんで、こういうちょっとベイトフィッシュライクなカラーをとりあえず選んでみました。だからとりあえず前と一緒でちょっとシェードやっていこっか。コバスも浮いとるしね、ベイトもめっちゃ稲子おるから、やっぱりなんやかんやね、なんか2週間前に来た時は全然下流、中流下流も結構水が良かったんで、そういうとこでもポロポロ釣れてたんですけど、ちょっとあまりにもね、現状、青子が微妙やったんで、まあ、また後でそれは行くとして、はい、まずは一番水質が良さそうで、もう見るからにベイトがわんさか群れてるっていう、まあ、こういうとこから、スタートしていきます。はい、まあ、とりあえず使うルアーはデンプシーの、50、これを、ボトムジャーク、もう最近これやな、マジでこれがあったらもうなんかピンもやれるし、コンタクトスポットやれるし、面で存在する沈み物とか消波ブロックとか全部やれちゃうし、値上がりせえへんし、ひっくりぶっ飛ぶし、今までこうコーヒー重慶ワームの脳進化でやってた釣りを実は全部これでやれちゃうっていう、大きなメリットを感じてて、でそれでいてシンカーによるその強制的なこう落とすっていうことじゃなくって、中にこのエラストマーっていう軽い柔らかい素材の中に水を含ませて、それでウェイトを稼いで沈めていく、もしくはラインの肘を使って沈めていくっていう、でやっぱコーヒージューワームにはちょっとない、キレの良さとか、アクションレスポンスの良さ、あと食った時のフッキングの良さっていうのもあるんで、そんなの総合力は食ってんじゃないか。うわ、マジ？オッケー。マジ？でかい。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 いきなり一投目なんですけど、マジ。え、マ
ジこれ、まだ状況説明してるんですけど、45アップ1500ぐらいないか。そして丸飲みよ。待って、どんだけ食うんだよこれ。ボトムジャークやばくねえかこれ。ちょっと待って、マジやばい。はっきり言ってやばいっす、この釣りは。本当はもうこれ以上やりたくないというか、自分もこれに頼っちゃうし、うん、なんかもう自分だけの釣りにしとこうと思ったんだけど、ちょっとルアーのパワー半端ないかもこれ。今までコーヒー汁でやってたのとはちょっと違う、また魚の反応が得られる。やばね。まあまたここ来ましたけど、とりあえず水通しのいいところっていうのは絶対条件で、なおかつ、まあ、プレッシャーはもちろん高いところだから、こういう、まあ、ちょっと変化球を入れながらやっていくと。はあ、やば、1投目